我々は精神と肉体が全く分かれてるなんていうことは、それは皆さん方の思ってるようには捉えてませんから。色心不二といって、精神と肉体というのは全く不可分である。ここまでが霊界とか、ここまでが限界とか、そんなことも説いてない。つまり、違いますね。非常無常というものは、まさに表裏一体であってね。それは、非常のところに無常が存在したり、無常に非常が存在していたり、あるいは完全な非常になってたり、無常のまま、まあ、無常のまま、絶対無常だけって人はいないけども、そんな例外があって、その移しようがこの世でどうのこうのでね、とか、その肉体がこうで、精神がこうでとか、霊的なものがこうでとか、そういうその二元論ではない。仏の悟りはね。別に捉えてるわけですよ。肉体と精神というものは不可分である。不可分ですよ、ね。でもそれは別々に存在はしてると思っても分かれていると完全に別の存在だなって融合してるけど、心と肉体は自分の分かれや、うん、心はある。しかし、うん、物質と違うから、うん、ここ出して出ることできるね、うん、あるっていう、うん、それの見えないけどもある、うん、その見えない心と自分の今はここ体とは全くやっぱこれは、肉体ですよね、うん、でせれども心と体は一体ですよ、うん、あの動いてるのは、うん、心が思うから心が、こうしたいと思うから体も動いてる。別に動かない。一体であることは一緒やけども、ただあの分けられないんじゃなくて、心と肉体はあることは別にいう意味でなし、一体としてある。でも先ほどの考えだとね、心は精守護神、善玉で動かしていて、統治していた。霊的なもの。心の中にその悪玉もあるんですよ。心と何、霊的なものとは違うんだ。霊的なものとは何、心じゃなくて。心の中に霊的なものがある。心って思考のこと。まあまあ思考、思い、喜怒哀楽ですよ。それも精神って霊魂と精神と心は同じでしょ。いわゆる霊魂、うん、仏教で言ったらもう精神、心、思考全部、いわゆるまあこ、まあ、いわゆるこの脳の、霊しているものとそうでない、それは違うね。原子で、だって全て原子でできてなきゃ、全て原子でできてるから思想も出てくるんですか。だからそれは物質ですね。でも電気信号ですよ、心も。神経さえ、そう。でもそれは物を伝達しての電気だけど、うん、その音になってるものっていうのは、それを言う。まあちょっとそっち話にそれちゃうと。うん。だからじゃ あの肉体というものは原子の集合体でね、うん、できてますよ。うん。で、それとはまた別のものが霊魂として存在してます。その霊魂の存在の、じゃあ物は何でできてるんですか。だそれは説明、私はできないけども、ものとして存在してる。だからそういうのを言ったのよ。その霊魂っていうものを、その仏の悟りはそういうその、物質としてできている即、それは即心であって精神であって、それとは別に霊魂というものはないっていう、そういう肉体がなければ心は生じないし、宿るっていう考えだからそんな、これ別に考えてるんですよ。うん、宿るだから別じゃなくて、一体のものなんだけど、そこに一緒にいるのをかぶさってる。でもそれさっきの霊魂ってじゃない。だからそういったら別に考えてるんでしょ。肉体とは 別のものだ。で、心ともその今言ったその合致してる心ともまた別のところに霊魂がいるってこと。心っていうのはどういうふうに作用するの。肉体の中にその霊魂がかぶさってきて初めてかぶさるじゃなくて、存在そのものにすでにもうその精神というものが存在するの。そうそうそう。だけどそれはなんつうの、例えばその憑依妄想現象で出発した宗教が、そのあなた方のロジックによってはその中で輪を閉じているということだけども、そのこと自体がですよ、その出口直さんが憑依現象をしたところから出てきた、特に鬼三郎さんが作った競技体験ですね、そのこと自体ではこう輪を閉じてるけども、そのこと自体が本当の
宇宙そのものの実相と違っていた場合に、いろんなそのそこに精神的なもんでも、それから現実の生活にもいろんなこの矛盾破綻が起きてきますよっていうことは、それはそうでしょう。例えば、山は山から必ず水は下へ流れていくと、まあ、万有引力の法則として流れていくと、そういう法則に当然乗っ取って我々生きてるわけですよ、自然に。ところがそれが万物天然の簡単には目に見える法則の一つじゃないですか。そうすると今のそういうものも含めて、目に見えないものも含めて、万物には皆さんが、出口さんが言い出したこととは違う本当の実相は、つまりお釈尊が悟ったそういう実相が本当だとした場合だよ、仮に。何が違うって言ってだから、天地創造なんてことはありえないんです。いや、だから物質の法則とね、うん、エネルギーの法則とか、ジャンルとか、うん、それとどこが違うってまず言ってるんですか、あなたは。うん、だから法則そのものは誰かが作ったもんじゃありませんよって言ってる。だけどそれがどの宇宙崩壊だとかっていう話の中の、うん、どこにそれが当てはまって、出口の作用が言っていた教育の教義が世の中の、うん、さまざまな法則と、うん、かけ離れてたらっていう話をしてるけど、何がかけ離れてるんですか。うん、だから今言ったその元で言うと、誰も作ったものでないものに対して誰かが作ったものだろうっていう風な協議なわけですよ。まあまあまあ、そういう風な、そこがなんで世の中の万物の法則を否定するような話に繋がっちゃうのか。そりゃそうですよ。だって現実に引っ張ってきた、さっきの具体的な話になった時にね、要はそういう人の心に邪心が働いて、それが実は神が作ったもんであって、その邪心が働いた人間が他の人を殺したり原子爆弾作ったり、それにスイッチをしたりしてると。それに対して皆さん、あなたの答えは、あ、それも全て神の計画の中の意味があることであっただろう。いえいえ、計画の神が仕組んでるのに一言言ってない。何らかしらのそういった意味はあるというふうには思っているけれども、うん、まあ、そう思わないと自分なりの解釈ができないと思うんですよね。だけどそれとね、今最初言ってた世の中は、ね、法則と反してしまって大変なことになるんですけど、何が反してるの。反するでしょう。だってそういう考え方だと、結局その突き詰めるところはね、そのまま言ったらどうなるかっていうと、結局そういうことで悪が行われたとしてもですよ、絶対的にそれを否定はできないわけですよね、考え方は。でも否定、悪の存在自体を肯定してるんじゃない、肯定っていうのは良しとしてるんじゃなくて、うん、だから悪いものだから、それをしっかり善の上で善を持っていくようにして喜びにしましょうっていう考えで。でも現実に起きているそのささほつほつの問題っていうのは、神様がそれを手が回らないと人間が終わらない、全てが良くなりきらないから、その辺の矛盾どうして気がつかないかと思うけど、全知全能な神なら、なんでその追いつかないっていうような、そのね、まどろこしい時間を作らなきゃいけなかったのかっていう、その根本的なところが皆さんの頭にはまあ無理だろうけどね、それがもう全然矛盾だって言ってるんですよ。それっていうのは悪いものを平らげるってことでしょ。平らげるっていうか、まあそれは神だから、何でも言うように存在としてそもそも善悪があるんだっていうんだったら、後の話は同じなんですよ。だけど神が作ったって言っちゃってるから、わざわざそんな悪をなんで作らなきゃいけないかってことになるんですよって、そういう言い方。作ったんじゃないってことだって、邪心も人間になっちゃった、同じことでしょ。悪になりうる可能性のものを作った。あなたは答えるんだろう。あなたの子供が生まれた時っていうのは、うん、いい子になって生まれてきたって、でもその子がなんか不良した悪いことだったり、うん、あなたそのお父さんはその子が悪いはい、一神教の人はみんなそれ言うんです、うん、でも神は、私は全知全能じゃないし、私の遺伝子も全知全能じゃないんです。だからその例えは当てはまらないんです。神は全知全能なんだから、全知全能だから、 悪になったものをね、全部滅ぼそうとすればできるんですよ。全部しない。悪になりうるものをなんで初めから作らなきゃいけなかったのかっていう、それは人間が物を食べていく原理と同じじゃないですかね。神様が全知全能で作ればよかったかもしれないけど、今こうやってご飯を食べたり何かを食べなくちゃいけないっていうことと
僕は同じだと。そう、うん、ちょっと繋がらない、わかんないですけど。繋がらないですか、はい、それと一つの神です。これは、神が作ったら全部神の意思通りっていうね。神が作ったら全てがね、宇宙でね、うん、まあ、作られたと思うけども、うん、やはり人間と人間の獣医師ロボットを作った、あ、それもキリスト教は言います。ロボットを作ってるのではないですよ。やっぱりその人が、意思があって役割を与えて、神はこの世の中霊やから、やっぱりこの中を良くするのは人間なんですよ、最後ね。人間が作る。それは、神は人間も作ってるけども、人間の役割っていうのをきちっと分けてるわけです。その人間が悪さをしてて、世の中おかしくしてるんでしょ？ちゃんと、設備を作って、その真理に合わんかったら、悪も困るよっていうことを、ね、やっぱり人間、獣医師であるから納得せなあかんわけ。納得せんと、あ、もうお前もういろいろ行けって言ったって、その人の心がやっぱり、そして一つ一つ向上していくのはそこなんですよ。まあここはね、 あなた方にこの矛盾っていうふうに思わないのが僕はびっくりなんだけど、結局世の中のありのままの姿を一神教の人たちは、まあ、全く同じ答えなんですけどね、誰に聞いても、うん、同じ答え返って、うんうん、この親です、親が子供っていうの例えと、それから今の自由意志、うん、そうそう、その例えば、まあ、キリスト教でも言うし、言います、言います。同じなんですよ。宗教はもう結局、結論はもうそこなんでも、考え方は。神が作ったって限り、それを、その、まあ、納得させるレトリックをずっと作っていくしかないんですよ。いわゆるね、まあ、言い訳的なこと。うん、こじつけ言い訳。うん、そう。そうだって、当たり前に善と悪はそのまま存在しているんだと。だけど、そういう悪しきものに自分の命が、周りが転げ落ちないような、そういう正しい修行をしなきゃいけませんよっていう、単純にそこだったら分かるんです。それを初めにその善悪も神が作ったって言ってくださるから、善も悪も悪になりそうな可能性のものを、神だから、神はね、神は全て善にしたいって願ってるから悪を耐えられない。ダメダメ、だって悪をそもそも存在させること自体がおかしい。悪になっちゃう可能性、それはさっき言ったでしょ、機械を、善良の神だってね、善良の神だって悪いと言ってるんですよ。もっと本音を言ってるんですよ。神様も全部悪になる可能性がある。そのこと言ってんじゃないですよ。そういう、そのこと自体は世の中の実相としては誠に正確を得てるんです。絶対善なんていう存在もないし、絶対悪なんて存在もない。それは、釈尊の悟りもそうなんですね。すべて縁起だと。縁によって、その、善も悪も、すべてを内在してるから。だから、縁によって、どうにでも変化していくんだと。世の中がダイナミックにね。そこは同じなんだけど、その一番元を考えてよ。その、例えばさっきの例えで言えば、絶対、作るときに、壊そうと思ってものは誰も作らないわけだよ。あの、エンジニアは。でしょ？だからバグが後で生じるとか、そういうこともないようにプログラムは組むわけだよ。でも、後々になってもしそういうバグが出てきちゃったとか、あるいは今回の iPhone6 みたいに地図が全然表示されないよと。ああ、こうか。そういう場合だよ。これは、作った人が結局は力がなかったんでしょ？まあ、何かのエラーを起こしてしまうようなものを作った場合。後々になって。だからそこ言ってんですよ。その、初めから悪を作ったつもりじゃないのに、悪い方向へ進んじゃうかもしれないものを作ったことは確かに。そこで、それでもだよ。作ったとすれば、その神自体が、結局その、不良品を生み出したんですから。あ、悪い方へ。その悪い方が自己修復するわけですから、いいこと。自己修復誰がしてるの？善なるものとの付き合いの中によって、こう悪のものを善に行くまで自己修復するんですよ。だからさ、神様、いや、だから悪しきものの、最終的には良くしなきゃいけないのに、悪い方へ引っ張られるというものを、初めからなんでそういうプログラムになっちゃったのかと。これ一種のバグでしょ。あなたがおっしゃってるのはね、つまり悪いものになる可能性のある、
元になるものをなんで取れなかったのかって、そういうことですよ。それ気持ちはわかる。そこが皆さん方のね、あの一神教の限界はみんなそこなんですよ。でも神が作ったとも信じ込んじゃってるから、それをまあこじつけるためにいろんなこと言ってるのは全ての一神教の教義なんですね。こじつけるっていうのも思うか。まあ私たちはまあどう考えてもこじつけだよね。全知全能と言いながら、だ全知全能と言いながら、だってエラーを起こしたものを作っちゃったんだ。自己修復できる、修復しなきゃいけないっていうこと自体なんでしなきゃいけないのよ。それはその神様の自己修復に向上するから。向上する間にだって世の中に不幸がうんと起こってるわけでしょうが、でもその不幸があっちゃいけないという方向へ進めたいからこういう宗教が生まれたんでしょ。